ハウメア族、他のキュビワの族、冥王星族と他の共鳴外縁天体、三卵円盤天体、ハウメア族は太陽系外縁天体で確認されている唯一の衝突族である。すなわち、似たような軌道要素とスペクトルを持ち、一つの祖先天体の衝突に起源を持つことが示唆されている太陽系外縁天体で唯一のグループである。 計算により、おそらく太陽系外縁天体で唯一の衝突属であることが示されている。純惑星、ハウメアは、属で最大の天体であり、文化が進んだ、祖先天体の核であった。同定された他の天体としては、ハウメアの衛星や、エッジワースカイパーベルト天体の 22TX300、 1995SM55、1995 1996TU66、2003OP32、2005RR43、1999E3、2003UG117、2005CB79、2003SQ317、2009E7 がある。すべて、ハウメアからの放出速度は、秒速150メートル以下である。 最も明るいハウメア族は直径400から 700km に相当する絶対高度で純惑星候補天体とされているがアルベドが高いため純惑星とはされていない固有軌道要素の分散は数パーセント以下である上図では他の太陽系外縁天体と比べたハウメア族の軌道要素を示している天体の共通する物理的性質には水の氷に 特徴的な赤外線の顕著な吸収線がある。衝突前の祖先天体は直径 1660km、密度 2.0g マイリッポセンチメートルで、冥王星やエリスと近い。衝突の際、ハウメアはほぼ氷でできた約20%の質量を失い、密度がより大きくなった。ハウメア族の現在の軌道は、形成時の衝突のみに起因するものではない。 軌道要素の広がりを説明するためには、初速度の分布は秒速400メートルである、必要があるが、このような速度の広がりは、破片をより遠くに分散させてしまう。この問題は、ハウメア自身のみに当てはまり、他のすべての天体の軌道要素は、初速度の分布として秒速140メートルだけが、必要である。この必要な速度分布のミスマッチを説明するために、 ブラウニエトールは、ハウメアは当初、ハウメア族の他の天体とより近い軌道要素を持っていて、衝突の後にそれが変わったという説を提唱した。この説では、ハウメア族の他の天体とは異なり、ハウメアは海王星との7時12分共鳴に近い無秩序な軌道をとり、ハウメアの軌道離心率を現在の値にまで上昇させたとする。二つ目の説は、 この族の起源がもっと複雑なものであるとする。すなわち、衝突で大きなハウメアの衛星に融合したのではなく、物質が噴出し、それが、超積加速のために徐々にハウメアとの距離を広げ、二度目の衝突で破片が外側に散らばったとする。この二つ目のシナリオでは、発速度の分布は秒速190メートルとなり、測定される秒速140メートルという、 速度分布とかなり近くなる。この説では観測される秒速140メートルという分布がハウメアからの脱出速度秒速900メートルよりもかなり小さいという問題も避けることができる。ハウメアはおそらくカイパーベルトで唯一の細長く高速自転する大きな天体であるというわけではない。2002年ジュイットシェパードは バルナが高速時点のために細長くなっていると主張した。太陽系の歴史の初期には、太陽系外縁領域には、現在よりも多くの天体が存在し、天体の衝突可能性も高まっていた。海洋星との重力相互作用は、カイパーベルトの多くの天体を、より遠い散乱円盤天体とした。衝突族の存在は、ハウメアとその子孫は、 産乱円盤に起源を持つことを示唆する。今日のまばらなカイパーベルトでは太陽系の年齢の間にこのような衝突が起こる機会は0.1%以下である。このような強く結びついたグループは海洋性のマイグレーションで上乱されるためより密度の高い原初のカイパーベルトで衝突属が形成された可能性はない。そのため このような衝突がはるかに起こりやすい三軟円盤領域がハウメア族の天体の起源の場所である可能性が高い。シミュレーションによると太陽系にそのような族が一つある確率は約50%であり、ハウメア族は唯一のやからである可能性がある。太陽系外縁天体の色プロットでプラスの点は 2005RR43 である。 ハウメア族の他のすべての天体は、この点よりも左下にある。衝突族が現在ほど分散するためには、少なくとも10億年が必要であるため、ハウメア族を形成した衝突は、太陽系の歴史の極初期に発生したと信じられている。これは、ラビノウィッツエトールが発見した、この族の天体の表面が著しく、明るいという事実と矛盾する。天体の色は、 これらが最近に新鮮な氷によって再び覆われたことを示している。10億年というタイムスケールでは太陽からのエネルギーは天体の表面をより赤くより暗くし現在の若々しい色に対する説明はまだできていない。しかしハウメアの可視光及び近赤外線スペクトルのより詳細な観測で表面は8%以下の有機物を含む 不定形と結晶性の割合が1、1の氷で均質に覆われていることが示された。この不定形の氷の割合の高い値は、衝突が1億年以上前に起こったことを示す。この結果は、天体が若い表面を持つという推測を否定する。ありがとうございます。